白浜港から望む内離島内離島は、八重山列島の入表島の西側に位置する島で、ある。地元では、内パナリ、ナーレーと呼ばれる、沖縄県八重山郡竹富町あざ入表の一部、入表島南東部の白浜港の西約600メートルに、ある。北西200メートルほどにあり同じ地入表の一部と、なっている外離島との間は遠浅で、小さな差しが形成され、古くから、 タイの島として認識されてきた。北西南東方向の距離が約2 7トル、幅は1トル。地質的には大半がモ表島の西部と同じ砂岩を主とした八重山総群である。海岸砂丘の発達した北側以外は海岸が急なけとなっており、避難港の船浮き湾に面した南側は1 0 0ル以上もの落差がある。東にはモ表島、西には 外離島があり、その間はいずれも200メートルほどの遠浅の海である。西表島の船浦と共に、日市の北原地である。前頭が、西表石垣国立公園の第2種特別地域に指定されている。東部海岸の砂丘には15から16世紀の星や遺跡があり、八重山式土器や中国製の聖磁、白磁、染め付け、活有陶器、海砂地、 車庫外製の重り島が出土している。火星10年には内離島と外離島の間にオランダ船が漂着し、喜び、雷吉田城用糸口の孫の要村が船員を救助して犬2頭をもらったとされる。一説では、この船の乗員がマラリアに罹患していたために、八重山列島にマラリアが蔓延するようになったとも言う。古くから干潮時には、 外離島との間を歩いて渡れることが知られていた。商法年間には無人島だったが、陽生6年に島内のイノシシが根絶されると工作地として重要となり、陽生7年に元成矢崎から入植者が移住して北部に聖夜村が形成された。ナーレイという呼び名は聖夜村に由来する1873年の個数は4個、人口は13人であったが、 この集落は1920年に廃絶した。1886年から石炭を含む薄い地層があることから、西表炭鉱の一部として、最短事業が行われていた。石炭積み込みのために、仮山橋が設けられ、大型船の入港が続いた。内伊島には、西表島で、最初の郵便局が開局し、人口密度が1平方キロメートルあたり480人と、 八重山諸島で最大になるなど、非常な繁栄を見せた。しかし、昭和初期に、歌量炭鉱が開発されると、最短の中心は、次第に、西表島本島に移っていった。第二次世界大戦中には、船浮湾一帯に、船浮臨時要塞が建設され、内里島には、要塞司令部が設けられて、可能砲塔が配備された。戦後、西表炭鉱の一部では、 開発が再開されたが、内離島で最短が再開されることはなかった。島は1982年に無人島となり、島の一部は牛の放牧場となった。1985年頃に台湾人の資産家が内離島と外離島の土地のほとんどを約50万円で購入。夫婦で10年ほど生活し、牛愛イノ子の畜産を営んでいたという。しかし、この資産家夫妻は、 2013年2月26日に、台北市郊外、八陸の淡水河で、水死体の状態で発見された。当時、資産家夫妻は島を売りに出しており、香港の企業と商談が進んでいたとされる。しかし、不動産登記と実態とが会議しているため、その後の所有の状況は確認されていない。なお、2016年4月の入りをもて石垣国立公園の公園計画書では、 内離島と外離島の総面積を341ヘクタールとし、そのうち国有地を180ヘクタール、公有地を9ヘクタール、私有地を137ヘクタール、不明を15ヘクタールとしている。ありがとうございます。